東日本大震災。日本は未曾有の国難の時を迎えました。日本全体が一丸となる復興に向けた努力と震災後の新たな価値観、新たなスキームが求められています。それは大学においても同様です。早稲田大学は地震直後に災害対策本部を設置し、学生、校友、教職員の被災状況の把握に努め、緊急対応や節電対策などに取り組んでまいりました。また東日本大震災復興支援室を設置し、学内外の専門家もメンバーに加え、大学の英知を結集した復興に向けての支援活動を行っています。早稲田大学は課題解決に資する研究や技術をあらゆる分野から発信し続け、大いなる成果を生み出すべく前進を続けます。創立125周年を機に高らかに宣言したグローバルユニバーシティとしての早稲田の構築。そのリーダーであった第15代早稲田大学総長白井勝彦氏が2期8年の任期を終え退任しました。退任にあたり、これまでグローバル化を進めてきた結果、早稲田大学の名前は世界、特にアジアで知られるようになった。これからはその実力を示していく時とのメッセージを残しました。よろしくお願いします。そして早稲田大学のこれからの進むべき道を指し示す新たな早稲田大学総長として鎌田薫法学学術院教授が就任しました。グローバルユニバーシティ早稲田の歩みを止めることなく、さらなる進化、たゆまない前進を宣言しました。これからの活躍に大きな期待が寄せられています。今年度も各分野で数多くの学術研究成果が挙げられました。理学と工学の融合において先駆的役割を果たしてきた早稲田大学の中核をなす理工学研究所が創設70周年を迎え、記念の式典が行われました。三輪義行研究室などはイタリア・ジェノバで開催されたサイエンスフェスティバルで、科学技術と身体表現を融合させた光と影と舞によるパフォーマンスを披露しました。グリーンコンピューティングシステム研究開発センターを竣工。同センターでは低消費電力に優れた太陽電池でも駆動できる国際競争力の高い次世代マルチコア、メニーコアのハードウェアなどの研究開発を行います。理工学術院大正康弘教授、神谷雄志教授らの研究グループは、電源コードなどで接続しなくても充電することができる先進電動マイクロバス Web3 の開発に成功し、その実証実験が行われました。理工学術院井村光平准教授らの研究グループは、北海道大学と共同で10億分の1メートルというナノの世界でのみ観測される新しい現象を特殊な顕微鏡を用いて発見しました。芸術分野で顕著な功績を残した人に贈られる2010年度日本芸術院賞が発表され、建築家としても知られる理工学術院の古谷信明教授が長野の公共複合文化施設茅野市民館の建築で受賞しました。早稲田大学先端科学健康医療融合研究機構アスミューと神戸大学大学院医学研究科医学部は、医学と理工学の融合による新しい研究・教育モデルの構築を図るため、双方の協力と連携に関する協定を締結しました。反政府運動などが相次いだアラブ地域について、早稲田大学、東京大学、上智大学、
京都大学、東洋文庫の5つの拠点からなる IF プログラム、イスラーム地域研究拠点は公開セミナーを開催し、イスラーム地域研究機構の湯川武教授、鈴木恵美准教授が最新のアラブ情勢に関する報告などを行いました。この他にもご覧のように多くの研究・開発の成果が上がっています。地球規模で活躍できる人材を育成する、その取り組みはさらに進化を遂げています。2011年度5月の海外から迎え入れた外国人学生数はおよそ4400人に増加。当初は東日本大震災の影響が心配されましたが、早稲田大学の研究・教育が評価されたといえます。ワシントン DC から来ました。よろしくお願いします。早稲田大学国際コミュニティセンターが主催するアウトリーチプログラムでは、桃園小学校を訪れ、総大生による異文化理解に関する授業を行いました。新世代の若手イノベーター発掘へ向け、中国の長春国際集団とイノベーション挑戦コンテストを実施しました。ファン・ギムン国連事務総長が来学、平和と軍縮についての講演を行い、学生と対話しました。予定時間を超える熱意あふれる議論が続き、グローバルイシュー解決のためのリーダーとなってほしいと学生たちにメッセージを送りました。グローバルオーナーズカレッジでは、コロンビア大学、ハーバード大学、マサチューセッツ工科大学、ワシントン大学、イェール大学、シンガポール国立大学、北京大学、高麗大学、そして本学から選抜された36名の学部生と教員が参加し、環境とサスティナビリティというテーマのもと、3週間の合宿形式で課題解決に取り組みました。さらに上海プードゥンエネルギー効率センターと事業連携に関する覚書を締結、タイ・シーラチャーに早稲田国際文化センターを開設するなど、グローバルユニバーシティ早稲田にふさわしい活動はこれからも続きます。早稲田大学ではその他さまざまな活動・催しが内外に向けて行われ、その存在感を広く知らしめています。特に2010年は文学学術院が創設されて120周年にあたります。これを記念する行事がさまざま行われました。ピエール・カルダン氏の来学もその一環です。市のブランドが設立され60年、この記念すべき年に自らの60年間の挑戦について、文学学術院堀江俊之教授、オディール・ジュジュット教授との提談形式で語りました。恒例のイベントではキャンパスライフを実際に体験してもらうオープンキャンパス、子どもたちに科学の楽しさを体験してもらうユニラブ、校友たちが一堂に会し思い出を語り合うホームカミングデー、東門祭などが活発に行われました。早稲田大学校友会設立125周年を記念し、大隈庭園に記念碑を設置しました。大隈重信の人生125歳説にちなんだ125センチ立方の記念碑です。西早稲田キャンパスや富山キャンパス、早稲田キャンパスを舞台に撮影した映画ノルウェイの森、トランガン・ユン監督によって映画化され、
その完成披露試写会が大隈講堂で行われました。完成披露試写会は、日本の映画史上に残る輝かしい瞬間になるものと確信いたしております。見たい試合って言いますかね、そういったことができる。多くの交友のご支援をいただいている早稲田サポーターズクラブではエグゼクティブフォーラム2010を開催。王貞治氏と奥島孝康第14代総長による特別対談を実施。両氏の貴重なお話の数々に参加者は熱心に耳を傾けていらっしゃいました。早稲田大学と地方との連携強化を図るハロー早稲田プロジェクトは大阪、佐賀、愛知、広島で行われ、地域の早稲田ファンとの交流を深めました。優れた報道を検証する第10回石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞が行われ、日本放送協会、毎日新聞社、中京テレビ放送の受賞者に鎌田薫総長から記念メダル賞金が贈られました。そして本年も早稲田大学名誉博士号をはじめ大隈記念学術褒章などが各界で功績のあった方々に贈られました。早稲田スポーツは例年以上の目覚ましい成果を上げました。もうずっと斉藤佑樹は何か持っていると言われてきました。それは仲間です。東京六大学野球秋のリーグ戦で50年ぶりとなる慶応義塾大学との優勝決定戦が行われ、本学が10対5で勝利し、4シーズンぶり42度目の優勝を決めました。試合後には神宮外苑から早稲田キャンパスまで優勝パレード、そして大学キャンパス内で優勝祝賀会が行われ、熱気に包まれた夜となりました。第87回箱根駅伝では念願の総合優勝を達成。早稲田大学が18年ぶり13度目の栄冠に輝きました。往路では惜しくも2位につけたものの、6区の山下りで逆転。通算タイム10時間59分51秒は大会新記録です。出雲全日本大学選抜駅伝、全日本大学駅伝と合わせ史上3校目の学生駅伝3冠達成となりました。関東大学ラグビー対抗戦で本学が優勝、2連覇を果たしました。宿敵明治大学に圧勝し、国立競技場を埋め尽くす4万人を超える大観衆を脇に沸かせました。その他の体育各部も輝かしい成績を上げています。全日本大学対抗テニス王座決定試合を制した帝球部、男子スキー部はインカレ45年ぶり3連覇、剣道部は男子女子ともに大学日本一に輝くなど、ご覧のように多くの体育各部が学生団体日本一に輝きました。黙祷。2011年3月11日に起こった東日本大震災。これからの日本を立て直してくれるのは皆様だというふうに大いに期待しているところでございます。早稲田大学では幸いにして建物などの大きな損壊などはありませんでしたが、2010年度卒業式、学位授与式、2011年度入学式を中止いたしました。また東日本大震災復興支援室を設置、被災学生の就学支援の第一歩として東日本大震災被災学生支援奨学金を新設いたしました。同奨学金は被災によって家計が急変し経済的に就学が困難になった学生を支援する給付奨学金となります。
知的共同体としての英知を結集した中長期の研究プロジェクトとして、医療・健康系、インフラ・防災系、都市計画・社会システム系の3プロジェクト7課題からなる早稲田大学東日本大震災復興研究拠点を設立しました。さらに平山郁夫記念ボランティアセンターは、宮城県石巻市や気仙沼市などに学生・教職員による震災ボランティアを派遣しました。早稲田大学演劇博物館グローバル COE は、大震災被災地である岩手県、宮城県、福島県、茨城県にある文化施設・団体の担当者を招いたフォーラム、大震災と芸術文化、現場からの証言を小野記念講堂で開催。復興に向けて芸術は何をすべきか、何ができるのかなどを議論しました。よろしくお願いします。体育各部はチャリティーマッチなどを実施、収益金及び当日集まった募金は日本赤十字社などに寄付されました。その他にも早稲田大学はさまざまな復興支援の取り組みを行っています。日本の復興と未来に向け発信する、地球社会の明るい未来を構築するための歩みを牽引する、この試練の時を挑戦の時と受け止め、早稲田大学はこれまでの活動をさらに飛躍させてまいります。